はい、皆さん、お元気ですか？年越しパンク合戦、ヘイメン。いたしましたのは、セックスピストルズのアナーキーインザ UK です。この曲はね、大変ヒットしたりしまして、当時ね、イギリスの最前線のファッションなんかを取り入れまして、まああの、あれ何、なんか、家内から連絡入りました。はい、あのね、当時の最先端のね、ファッションなんかを取り入れまして、パンクムーブメント、一大パンクムーブメントを起こしたんですよ。コード進行としては至って簡単。はい、こちらの手で見せますね。ジャ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 これに合わせてちょっとヤバい感じのボーカルがあーって言うとパンクの出来上がりです。これが当時にすごいおしゃれだったんですよ。あの野蛮っぽいんですけど、お金持ちのボンボンが遊びで音楽やってるんだもん、僕たち別に儲かんなくたって全然平気だもんねっていうノリであーってやるわけですよ。これがねおしゃれだったんです。歌いに行きますね。はい、唾とか吐いてやばいわけですよ。唾とか吐くとイギリス人、イングランド、イングランド、イングランド、もう大英帝国なのに唾ペッフラッって言うんですけど、逆訳すと Ladies and Gentlemen みたいな、そういうね、ジェントルマンがね、野蛮なことするっていうのはね、はい、ここ音符丸、はい、これデザインしたのは帽子、ありがとうね。そういうね、レディース&ジェントルマンが楽しむ音楽としてパンクというものはね、当時すごい楽しまれたんです。でそんな感じで年越しパンク合戦、まずはセックスピストルズの皆さんでした。ありがとうございました。パンクは楽しいよ。はい、決め。あら携帯が落ちたじゃあね、ピン立ってる